はいどうもこんにちは、オルタリオです。あいにくちょっとね降り始めてきましたけれど、今日はちょっと散策ということで、今ここは昌平橋です。東京の方はもうすぐお分かりにいただけると思うんですけれど、まあお茶の水と神田の間にある橋ですね。あともう一つ向こうに万世橋というのがあるんですが、今日はこの昌平橋を通ってまっすぐ歩いて向こうの万世橋見えますかね、あそこから秋葉原の方向へ入ってみたいと思います。いろいろ散策してみたいと思う。さ早速行ってみましょう、レッツゴー。はいでは、ちょっと降ってきましたんで早速私は傘を差して、いますが、まあ久々ですよ僕も散策するの。結構移動がね、車だったりあるいは、まあ、鉄道新幹線だったりとか、あんまりこう外散策するっていうのがねあんまりないもんで、やっぱりたまにはねやってみたいと思います。でお茶の水とかね僕結構好きなんですよ。そんなにその何回も来てどうとかってことはないんですけど、やっぱりお茶の水といえばね本の町っていうイメージがあるじゃないですか。だから僕は一時期古地図、古い地図ね、例えば江戸時代の町並みであるとかそういうのは好きなんで、ちょくちょく見に来たことはあります。なんでそういう思いがあるもんだから、でその後ちょっと軽くお茶飲んだりとか、なかなかいいねコーヒー屋さんもあったりとかするんで、そうですね、そういう時期ありましたね。学生時代とかそういう時はそんな感じでした。まあそうは言ってもあれです、やっぱりどんどん様変わりしていくのが常なんで、まあ当時とはやっぱり全然違ってると思うし、こういう感じのねちょっとおしゃれなこういう飲み屋さんとかなかったんで、いや来る途中もカフェがいろいろありましてね、全然チェーン店じゃない、もう本当に多分単独で経営している、お父さんお母さんがやってらっしゃる感じのとこかな。おお、これ何カメラ違うか、あ違うわ、靴だ、靴だよこれ、シューリペアってなってるから、靴の修理屋さんですね。こんなのなかなか見ないよね。昔靴磨きじゃないけれど駅のところでよくこういうのありましたけど、今もうほとんど見なくなりましたけれど、これ何、ここはバイクシェア、バイクシェアってことはあれかな、なんか自転車をバイクシェア、そうだよね、だから貸し自転車だよね、ここで借りて返すということなんだと思います。そうなんだろうな。お、ここはブルーボトルコーヒーってコーヒー屋さんじゃないのこれ、そうだね、なんかちょっと良くない雰囲気、なんかねえ迷うな、買いたくなっちゃうな、テイクアウトしようかな、でもここでやっちゃうともうキリがないんで、でもなかなかいい感じですね。あ、駅あるんだ、あったんだ、知らなかったな、それが鉄道の、本当だね、プラットフォームってなってるね。旧万世橋駅ってことは多分鉄道プラットフォームって書いてあるから、それ駅があったんだね、俺初めて知った、昔はあったってことなんでしょうね。あ、俺知りませんでしたね。だからなんていうの、お茶の水と神田のちょうど間になるのかな、そういうことで言えば、そうですよね。はい、こちらですよ、肉の万世さん、老舗ですね。
お肉屋さんで、そう、万世橋のここに、このあそこのビルが本店じゃないかな。一棟ビルだよ。見えるかな。ね、全部これ万世さんです。はい。まあ、ここは本当老舗ですよね。お肉の老舗で、いよいよ万世橋、こちらの橋、万世橋に、万世橋っていうんだね。万世橋じゃないんだ、濁らないんだ、万世橋。はい、ここちょっと渡ってみたいと思います。あ、この辺りになってくるとね、もうなんとなく分かります。僕が歩いている僕の方向ですよ、皆さんからご覧になって、まあ、左側、僕の右側です。そっちの方向行くと秋葉原になりますね。はい、ちょっとあの秋葉原の駅もちょっと見てみようかなと思いまして、あ、ちょっと思い出した、行ってみたいところができた。ちょっと駅行ってみましょう。秋葉原のね、駅はね、久々にね、ちょっと電気街ってあるんだよ、そこ行ってみようかなと思ってるんで、方向的にはこっちですね。いや、歩いてるといろいろ思い出すね。かつて行ったところとか、どうしてるかな。まあ私の今もいると思うんだけど、わかんない。まあ私がね、中学生時代の同級生が多分やってると思うんですよ。で、もう全然もう何十年も行ってないんだけれど、ちょっとだけ覗いてみようかなと思ってるところがありまして、こっちです。ここ入ります。で、ここら辺はいわゆる秋葉の電気街、いろいろもう本当に専門的なものから一般的なものまで、いろいろある街並みなんですけど、私の記憶が正しければこれを、右側だったと思うな。ちょっと行ってみましょう。あると思うんですけどね。わあ、もうすっかりでも綺麗になんか変わっちゃったね。あそこがもういわゆる電気街ビルといいますかね、私勝手に呼んでるだけですよ。正式名称は何ていうのかちょっと分かんないんですけど、ちょっとこの中にね入ってみようと思ってます。久しぶりだな。うわー、どんな感じだろう。ちょっとね、このビルの外観をちょっと映してもらいたいんだけどね。こういう感じのところ。見てもらって分かると思うんですけど、結構ちっちゃい店舗のお店がざーっとこう集合的に入ってるビルなんですよ、ここ。で、この中で僕の同級生が、やってる店が。あったんですけど、ちょっとそれ探してみようかなと思います。入ってみましょう。ね、結構こういうね、電気の部品とかね、こういう感じのものが置いてあるんですよ。もう撤退なさいましたか。あ、そうですね。そうですか、はい、判明いたしまして、僕 の同級生、中学の時からの同級生で、ずっとここでやってられたんですよ。小池美先生はもう撤退なされましたと。で、私はおじに当たりますこれまだなんか縁がつながっているような気がいたします。ちょっと教習に浸ってしまいました。はい、では移動しましょう。
はい、いやまあ相変わらずといえば相変わらずのにぎわいですよね。うん、でも基本的な街並みというか作りはもう全然変わってないんで、あの微妙各店舗はねそれぞれ老舗があったり変わったりとかしてると思います。まあでも基本的にこう、街並みというかビルとかは全然変わってないし、テナントとしては変わってるのかもしれないね。いやでも雨も小降りになってきてよかった。小降りっていうかもう今止んでる、実際問題として。でちょっとね薄く日が差してるもんね。これ何祝福されてんの俺って、そう捉えていいんだよね。いやもうそう捉えましょうね、ラッキーですね。もっとざんざんぶりを覚悟してたんだけれど、この後まあどうなるか分かんない、夕方ぐらいになってくるとねまたパーッと降ってくるのかもしれないけど、うん、はい、今もう本当に目抜き通りというか、ここね日曜日になるとここ店になるんでね、歩行者天国になるんでね、ちょうどビッグカメラの真ん前です、この交差点のところですね。でちょっとこれから行こうとしているところがこのビッグカメラさんの隣のビル、ホビー天国2というところ、はい、そこへちょっと行ってみようと思います。行ってみましょう。いいか貴様ら、高評価チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて王子に飽きまへんって、そんな頼み方してたら。